これは基本は指のレガート奏法ですね。でこういうところの受け渡しはスムーズに、それからあと切る場所がこういうところは右手が切って今度左手が切れてって、ちょっと呼吸のする場所を右手と左手と変えるということと、繰り返す場合はですね、1回目と2回目っていうのはこういろんなことで作戦立てられるんですけども、1回こっきりっていうのはかなりその意識を持って弾きましょう。それからですね、これ全部ポジションを置きっぱなしで弾けますので、どの子でも弾けると思うんですけれども、ポイントはですね、